テニスのマドリードオープンは7日、マドリードで行われ、男子シングルス1回戦で世界ランキング20位の錦織圭、日清食品、は元世界1位で現在12位のノバク・ジョコビッチ、セルビア、2-5、7、4-6で敗れた。プレー自体は最高でも最悪でもなかったが大事なポイントをなかなか取れなかった。そこが一番の敗因だ。記事全文を読む。